もし兄たちがベニヤミンを見捨てて帰ってしまったらここまで一生懸命やってきた芝居が全て水の泡となってしまう皆さんこんにちは。松本昭弘ですヨセフ物語に見る家族の回復 前回はヨセフを中心とした食卓というテーマでメッセージをいたしました人質となっていたシメオンが帰ってきましたベニヤミンを含めた11人の兄弟たちが揃いました彼らはエジプトの総理大臣主催の昼食会にお招きを受けたんですねヨセフは22年ぶりにベニヤミンを見て胸が熱くなり慌てて奥の部屋に 思いっききり泣きましたそこに私たちは涙を流しながら試練を与えるイエス様の姿を見たんですね。ヨセフがが戻ってきてき会食が始まりまりすそれはヨセフを中心とした3つのグループによって成り立つ会食であった。私たちはそこに神の国における食卓の姿を見たんですね。 そこでヨセフは小さなテストを兄たちにします。ベニアミンに他の兄弟たちの5倍の待遇を与えるわけですね。しかし、兄たちは妬むことなくご馳走を楽しむ。これでその小さなテストを彼らは合格することができました。久しぶりにいただくご馳走。お腹いっぱいになり、緊張感も解け。 その夜はぐっすり眠れたことと思います。しかし翌朝ヨセフにとっては一番緊張する場面を迎えたんですね。兄たちが本当に22年前のあの出来事を悔い改めているのかどうかのテストがいよいよ始まります。今日から44章今日は一節からお読みいたします。 ヨセフは家を管理する者に命じた。あの者たちの袋を彼らが運べる限りの食料で満たし一人一人の銀を彼らの袋の口に入れておけヨセフは執事に命令をするんですねあの兄弟たちの袋に入るだけの食料を詰め込みなさいそして今回もまた代金として持ってきた銀を戻しておくようにこのように命じました。 羊はそれを忠実に実行いたします。2節それから私の杯あの銀の杯は一番年下のものの袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ」。彼はヨセフの言葉通りにした今回はそれだけではありません。あの銀の杯と呼ばれているものこれは羊もすぐに分かったものなんでしょうね。それを 一番年下のものつまりベニヤミンの袋に入れておけとヨセフは命じるのですなぜこんなことをするのでしょうか羊はどの男が一番年下の人間かわかるんでしょうか彼も前日の昼食会に参加していましたそして昼食会は年齢順に座らされていましたので誰が一番年下かということは 彼もわかっているわけですね。三節、明け方一行はロバと共に送り出された。さあ、カナンの地に帰ります。最高の気分ですね。いやー、昨日のご馳走美味しかったなー。二年間も飢饉が続いてたから、あんなご馳走久しぶりだよ。そしてお腹いっぱいになって寝るって気持ちいいよね。久しぶりに枕を高くして寝たね。 あの総理大臣、意外といい人だったね。あんな恐ろしい人かなと思ったけども、根は優しいんだね。こちらも誠実に対応したから、ちゃんと分かってくれたんだね。お父さんもあんなに心配することなかったのにね。そうそう。もっと早く来てたら、あんなにひもじい思いをすることもなかったのに。いや、今更そんなこと言ったってしょうがないよ。とにかくよかったよかった。 こうやってシメオンが帰ってきたしベニヤミンは無事だしこんなに積み切れないほどの食料を持って帰るんだもう子供たちも奥さんたちもお父さんも喜ぶぞさあ出発だということで彼らは出かけたロバもおいしい餌をたくさんもらって元気いっぱい気分よく出発。 というところです。この喜びが次に起こることとの間に強烈な落差をもたらすんだなと思います。4節彼らが街を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家を管理する者に言った。さあ、あの者たちの後を追え、追いついたらなぜお前たちは悪をもって善に報いるのか。ヨセフが羊に命じるんです。さあ、 今、彼らを追いかけよう。そして追いついたらこう言うんだ。あんなに良くしてもらったのに、よくもこんなひどいことができるもんだ。このように言え、と命令したんですね。五節。これは、私の主君が飲んだり占いをしたりするときにいつも使っておられるものではないか。お前たちのしたことは悪辣だ、と彼らに言うのだ。 お前たちよくも私のご主人様が大切に使っている、そのものを盗んだな、というようにと言われたんですね。ここでは私の主君が占いをしたりと書いてあります。ヨセフは占いをするのでしょうか彼は誠の神を信じる信仰者ですから、占いなんかするわけないんですね。それは、 兄弟たちにより大きな衝撃を与えるための芝居に過ぎません。六節。彼は追いついてこの言葉を彼らに告げた。兄弟たちは最高の気分で旅をしているんですが、なんか後ろの方からバタバタと何頭もの馬が走ってくる音が聞こえる。何事だろうと思ったら待て待て待てーと、その羊を中心とした舞台が追いかけてくるんですね。え ど、どうしたんですかな,なんかあったんですかなんかあっただと調ばっくれるなお前たちご主人様にあんなによくしてもらって、よくもこんなひどいことができるもんだこんなにたくさん食料を売ってもらっておきながら、ご主人様が愛用しているこの銀の杯を盗むとはこんな風に言われたわけです。彼らはびっくりしました。7節彼らは言った、 あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか下辺どもがそんなことをするなどありえないことです。と、とんでもありません。な、何かの間違いでしょう。私たちがそんな良くしてくださった総理大臣様の大切なものを盗むなんてありえません。8節。袋の口で見つけた銀でさえ、カナンの力あなた様のもとへ返しに来たではありませんか どうしてあなた様のご主人の家から銀や金を盗んだりするでしょう前回、なぜかわからないけれども私たちの袋の口に戻されていたあの銀だって今回正直に持ってきたではありませんか私たちが欲しいのは食料だけなんです。そんな私たちがどうして大それた盗みなどをすることができましょうか9節。下辺どものうちでそれが見つかったものは 殺してくださいそして私たちもまたご主人の奴隷になります。自分の身の潔白を確信していますから、すごく大胆な申し出をしますね。よろしいです。どうぞ私たちの荷物をお調べください。そしてもし万が一、その銀の杯が見つかったならば、それを盗んだ犯人は死刑にしてくださって構いません。そして残りの住人もまた、 連帯責任を取って、全員ご主人様の奴隷となります。と、すごい提案をしたわけですね。十節彼は言った、今度もお前たちの言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷とし、他のものは無罪としよう。羊は答えます。いやいや、処罰されるのは盗んだものだけで十分だ。 他の者たちは関係ない。その盗んだものを罰すればそれでいい。他の者たちは無罪となる。まあ、このようにヨセフから伝えられるように命令されていたんでしょうね。なぜかといえば、これはテストなんです。つまり、兄たちがベニヤミンを見捨てて帰るかどうかのテストなんです。そしてもし、 ここで兄たちがベニヤミンを見捨てて帰るならば、彼らは22年前にヨセフを奴隷として売った時と何も変わっていないということの証拠となるんですね。口では後悔しているとは言っていたけれども、実は悔い改めていないということになってしまう。そのためのテストなんです。この場面で私たち読者も、さあ、この後どうなるんだろうと、 ドキドキしますけれども、実は一番ドキドキしているのはヨセフです。もし兄たちがベニヤミンを見捨てて帰ってしまったら、ここまで一生懸命やってきた芝居が全て水の泡となってしまう。お兄さんたち、どうかこの試験に合格してほしい。そのような願いを持ってヨセフは今このテストを与えているんです。歴史にもしは ありませんが、もしこの時兄たちがベニヤミンを見捨てて帰ったならば、ヨセフ物語の結末はどうなるんでしょうかね。そこに一人残されたベニヤミン。ああ、自分はこれからどうなるんだろうかと震えているベニヤミン。そのベニヤミンを残して兄たちが去った後に、ヨセフはベニヤミン、ベニヤミンと語りかけるでしょうね。 どうして私の名前をご存知なんですか総理大臣様。よく見ろ、ベニヤミン。忘れたかお兄ちゃんの顔。そう言って、いろんな装飾品を取って、じっとベニヤミンを見つめる。ヨセフ兄ちゃんということで、そこで二人は22年ぶりの再会を果たして抱き合うんですね。しかし、カナンの地に帰ってしまった兄たちは、 なおしばらくの間罪の刈り取りをしなければならないヨセフとベニヤミンはおそらくお父さんを迎えにカナンの地に行くでしょうねしかしその後どれぐらい経ってから兄たちの追試が行われるのでしょうかイエス様も私たちに試練を与える時そして私たちをテストする時にドキドキしておられると思います そして、絶対に合格してほしい。そう願って、隠れたところで泣いておられるんでしょうね。新明期30章19節の御言葉をお読みします。私は今日、あなた方に対して、天と地を承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。私たちの前には、命と死、 祝福と呪いという2本の道が用意されています。そして神様はいつも私たちに命の道を、祝福の道を選び取ってほしいと願っておられます。そうであるならば、それしか選べないようにプログラムしたらいいのにとある人は言うかもしれない。しかしそのようにプログラムされているとするならば、それは自由意志を持った人間ではなくロボットになってしまうんですね。 神様は私たちに自由意志を与えてくださいました。あたかも親が子供の将来を心配してできることならこのままずっと一緒に歩いてあげたい。しかし一緒に歩いてあげることはできない。だから今言うよ。息子よ、娘よ、あなたの前にはいつも命と死、祝福と呪いの二股があるんだから。これからいつも命の道を、祝福の道を選び取っていくんだよ、と。 親が言うよううよよに、に神様はそのように私たちに願っておられるんだなと思います。私たちは神様からテストが与えられた時に命と祝福の道を選び取っていくものでありたいと思いますそれでは兄たちがこの後どうしたのかそれは次回お話ししたいと思いますありがとうございました